どうも。毎度お会いしてございます。どうもどうも。何今日は何や始まります。もういいよ、みんな忘れたから。いや、そう、みんな忘れたと僕も思ってるんですけど、はい、ここに来て。俺が判決出そう。いや、いかんいかん、まだ、やめてください。そんな権利はないんで。いやいや、俺もあるよ、権利が。はい。まあ、大丈夫これ、高級な机が割れますよ。確かにそんなことしたら。でも大丈夫、これショックレスハンマーやけ、そういうそういう問題なんですか。はい、あ、ということで、どうしたんですか。どういうことで、今4月の16日なんですけど、 C6、はい、C6、うん、今月末にやっと訴訟提起書類を、はい、準備完了できまして、めでたく裁判所に持って行って、発行してもらった。ハンコ。なんかいろんな、なんか、ハンコしてくれるやつ。証拠1とか。そうそう。あ、そうなんですか。そうだね。え？持っていたよ。いや、僕、まあ、まだ、あ、そうなんだ。今からな、月末持っていくんじゃない。月末上にはハンコをしたんですけど。受け取りしてくれんかもしれんぞ、お前。うん、そんな、ちょっと怖いことない。まあでも、プロに作ってもらったんで大丈夫でしょ。そうそうそう。はい、それで出しに行って、うん、まあ、受理されたら、まあ、2ヶ月後ぐらいから、やっと裁判が始まるよっていう、報告動画。もうあれやろ、多分みんなの中では、多分小林さんどうせお金もらったんで何々やったんでしょうって言って、多分思っとる人が8割やと思う。まあそうやな、うん、俺もそんな世の中甘くないって。いや俺もそれがよかったな。車両保険で終わりにしたんでしょって。でそんなよ、もうそんな、そんな綺麗あの僕やってませんから、これ。まあでもほんまに何もその、うん、なあ、その、うん、まあ一家になってないから、うん、こんぐらい時間がかかってるっていう話やろ。そうなんだけど、ほんまにな、言ったらな、別にあの自分の車両保険 の、うん、あの昔使って直してしまうのが、はいはいはい、100ウルトラ早いんよ。まあそりゃそうでしょうね。だけど、うん、ちょっと年次くれとるけん、うん、オーナーさんが。いや、もうそりゃ喧嘩売られたの。そりゃ最後、仮に負けたとしても、あれあんの、そんな気概があったの。そりゃもうこいつもう死ぬほど、マジですか、死ぬほどいろんな思いをして買いましたね。 Z 世代ってやつじゃないんですか。そう、 Z 世代はなんかもうあのそんなに気持ちの起伏がないって聞いてないけど、いやいや、こいつ、こいつはもう本気で一生あの一緒におるって決めたんで。ほんまに、ほんまに一応一応アウディ買おうかとか、なんか BM 買おうかって言っときに血迷っとったよ。いや、まあそら血迷うでしょ。こんなわけのわからんことに会えばそらそうなりますよ。まあ確かに、確かに。というかね、これ最近この動画めっちゃ伸びてんすよ。うん、あ、またほんまに、ここ何ヶ月か、5万回ぐらいの。そんなに、そう。あ、ま、グラフがもうこうなってるっす。マジで、そうなんで、こすっていこうと。で、ちょっともう一回こすろうと。そう、で、コメント欄でもこれどうなったんですかって結構最近多いんですよ。なるほどね。どうもなってません。どうもなってません。どうもなってないから動画になってないんですよ。そう、どうもなりようがなかったよね。そうそう、そうなんです、そうなんです。だってこの事故から別にずっと、うん、あの、ほっとったわけではないわけですよ。微足もう微足歩幅前進ぐらいはしょった。これぐらいはしょったんやけど、だけど、結局そのまあまあ何が一番時間かかったかって言ったら、こう見積もりよ、修理の、まあ、部品が出んやろ。そう、出ん部品いっぱいやろこれ。まあ、いっぱいまではいかんけど、でもまあそこそこあるんよ。何かしら言って大物が出んって言って、トランクとか、まあ、パネル系のところの部品とか出えへんかったりとか、うん、まあ、あとは代替部品になっとったりとかして、ちょっとその部品形態がわからんかったりとか、はいはい、ともあったけん、うん、その要はその提訴って言ったね、うん、まあ、要はその裁判に作る使う書類ってなったらちゃんと作らないから、まあ、ちゃんと見積もりせないからね。そう、ざっくりこんなもんかな、では、うん、なかなかいかんわけですよ。先生、見積もり料もろたんですか、ちゃんこがちゃんと。忘れとんじゃん。忘れとった。あら。いや、もう引っ越し手伝ったんで。ああ、どうもらうわ。もうそれで、それでチャラにしていただけませんか。いやいや、やっぱね、すべてはもう、うん、ちゃんころの世の中で。でも見積もり料もらってもええんじゃない、多分。あ、いや、訴訟費用に入れたら、ね、見積もり料。そうそうそう。もうゴリゴリに行くんで。うん、まあでも、まあそんなんとかで、まあ、まず見積もりにちょっと時間がかかったっていうのと、はいはい、あとは、まあ、市場価格の再調査ももちろんそれに合わせてしとるわけですよ。はいはい、で、あとは、今のそのくしゃくしゃになったの S2000 の残存価値。うん、あ、でも結構あるんじゃん、部品として見たら。うん、結構あった。後ろ、まあ、30万円ってことはまずないよ。絶対ないよね。ないない。保険会社に提示された金額38万5000円。バランスで売ったら多分。伝説の
100万は超えるやろ。そうだから、まあ、まあ、バラシで売ってもいいけど、マルシャでそのまんま、うん、そうそうそう、あ、売ったとしても38万いうことない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 、まあ、それもだけあの例えばというか、まあオークション会場に、うん、まあ、持って行って、うんうん、それで値付けを、うん、まあ、どこまで入札が入るかとか、どこまで商談が入ってくるかとかっていうのも調べたりとか、うん、まあ、要はその、まあ、いろんな方向からそのなんていうのその調査をしたんですよ。すごいじゃないですか。そうやろ、誰がそんなボランティアしたんですか。はい。いらない？ほんまに。ありがとうございます。俺多分な、多分ちょっと上行った時には、はい、もうだいぶええとこ行けると思う。ここで辛い思いをしとる人が YouTube 見たんで、僕のもお願いしますって言ってくるんで。せるか誰がもう。二度とせんぞって思いながら。ソリだからしてもらえとる話やからな、これ。ありがとうございます。一生奴隷やもんね。一生奴隷。一生奴隷。まあまあ、ね、覚悟します。一生奴隷や、そんなもん。いや、まあでも、ほんまにこれだけ思うけど、まあ、まあ、言うて、まあ、プロフェッショナルやん。どっちかって言ったらな。まあまあ、プロフェッショナルが勘で、まあ、その車の方のプロフェッショナル、はい、で、ロー、ホームの方のプロフェッショナル弁護士さん、はい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 、で、まあ、一応オーナー、うん、で、あとはそれを助けてくれる、あの、DA みたいな人であったりだとか、うん、あとは、まあ、いろんな各方面からの、まあ、なんならね、公開してないけど、いろんな数多のメールが来るわけ、うん。確かに、そうやな。みんなからいろんなその入れ知恵って言った言い方あれやけど、こういうのがあったりましたよ、こういうのありましたよって言って、みんないろんな知恵をくれてるわけよ。だからこの案件、こうなんていうの、いい感じにこう今ろくろを回しながらこう作っていけるけど、すごいよ、最高の大林顧問弁護団が囲っとるやんか。そうなんや。だけどもこんな感じで回していけるけど、これどう、一人やったらろくろ回せとるっていうか、多分もう車両券使って直してると思う。そうやな、ろくろ回っとん触ってそうそうそう、もう、まあ、でもそっちの方が幸せやったかもしれんで、まあ、もうそれ以上はもう言うのやめましょう。もう過去には戻れないんで、勉強なんでね、勉強なんですね、いいんです、こんなん絶対できないんで、そうよ、ま、人生の中でおいてはもうワンチャンスやけど、ね、これほんまに、まあ、多分これ見てね、ニーコラニーコラあのコメント入れてくるアホよっけよ、アホよっけると思うけど、あのコメント入れてくれるのもありがたいんですけど、あの、うん、過失割合があるパターンのうんうん、場合の戦い方でコメントくれる人いっぱいいるんですけど、それちょっと状況が違うんで、完全に100ゼロやもんね。そうですね、それはまたちょっと話が変わってくるんですね、まあ、でも100ゼロの方がめんどくさいんよ。そう、もういやもうよくわかった、うん、もうほんとよくわかった。100ゼロはめんどくさいんよ、ほんまに。自分で戦わないかんけ。そうなんやって、ほんまに、うん、ほんま大変で、マジで。だけ言ったやろ、最初に大きい声では言うけど、もうしっかり入院しろって。あ、でも人身にはちゃんとあれですか、まあね、っていうか、めっちゃ体痛かったっすもん。そう、これ言ってんかな、え、わかんないですけど、やめときましょうか、まあ、うん、やめときましょう。めんどくさいことになるから、うん、あんまりだけ、あんまりいいよ、俺もあれ、うん、俺に喋らしとったらいいから。あ、そうそうそう、失礼しました、失礼しました。俺に喋らしとったらいいから、そうそう、関係ないね、はい、ね、第三者なんて。そうです、ね、第三者が横でニコラニコラ寄るだけなんですね。そうそうそう、だからな、しっかり入院せ言うたやろ。今からでも病院行ってお前入院せ言うたやろ。それ大事なんやって。よく言おるやんか。みんな買い取ったやろ、おじさんたちは。そうそう。だから。しっかりそっちやらんと損しますよって。結局な、その別に儲けてやろうとか得をしてやろうとかって思ってなかったとしても、うん、結局その回収が成功法でするのがこんなにも難しいことかっていうのがもう今回わかるわけやんか。埋まらんのよ。そう。だからおじさんたちがなんかそういうことを言ってくる人がおるっていうのもまあ分かるよな、ほんまに。はあ、そっちの方が話が早いけどな。まあね、勉強ですよ、これも本当に。はい、まあでも、結構でも俺も見よったら、それこそ Twitter とか見よったらさ、うん、やっぱ似たような人おるな。よくおるっす。おるやろ。でも大半の場合は、やっぱ知識不足だったり、アドバイザーがおらんかったりして泣き寝入りしとるパターンが多いと思うよ。めっちゃ多いです。本当に多いです。そのやっぱ情報力の差で保険屋さんは、うん、うまいことやっとんですわ。やっぱね、あいつらほんまにマジで。あれ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 。じゃあほんこれはあいつら側だったこともあったんだ。これはほんまに喋れんす。あそこやった、あの、ありとあらゆることは話せないです。なるほど ね、まあ、でも多分あの、まあ、見てるんじゃないですか。いや多分見ようですよ。そうですね、まあ、ほんまにマジで。まあでもほんまにあのこれでまあとりあえずね、はい、一つまた進んでいきますので、はい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 、だけあれですよ、だから皆さんあの美足前進はしてます。
まあ、やっと一歩が出るっていう話やんな。 それだけ逆に言ったらちゃんと足場固めてから一歩出さないとえらい目に遭うんで、うん、あやつらプロなんで、やつらプロなんでね、本当にそうなんです。そうなんですよ。だから一個の方法じゃなくて2個3個と、まあ、いろいろ。そうですね。そうそうですよ。向こうはね海戦百戦のもう猛者なんで、猛者なんでね。そうです。そうなんよ。そう、逆に言うとほんまにあの適当なあの生半可な知識を持って噛みつくと逆にキャン言わされるけんな、ほんまに。今時やけんさ、インターネットとか見よったらさ、うん、すぐいろんな情報が手に入るやんか、はいはいはい、だけどその情報がほんまにあなたのケースにおいて正しい情報なのかどうなのかなんて分からんわけよ。分かんないです。でその情報を鵜呑みにして動いて損することなんかもやんまりあるわけやけん、うん、で実際はね、やっぱりそのなんていうの、自分の本当にこう味方になってくれる人だとか、まあそれこそまあまあもちろんね、弁護士さんとかも、うん、保険会社さんがあの用意してくれる弁護士さんもね、ピン切りだったりもございますし、はい、そうでしょうね、はい、だし、でそのそれぞれの立場があるけんな、うん、やっぱりこう自分の立場に立ってくれる人っていうのを、まあ、うまくゲットするっていうのがやっぱ一番大事やかな、はい。まあ、そうですね、はい、そうですね。でもまあこれ始まっても最低でも半年、長かった1年らしいですよ。まあかかるでしょうね。かかるでしょう。よかったよ、うん、何がいやだけ若いけん。ああそういうことね。これな、俺なんか誰かからメールかなんかもらっとったんやけど、はい、もうな、がんになっとる人からのメールが来たんや。おほんでな、うん、その自分のすごい大事にしとったクラシックカーを、はい、まあ、似たような状況でっていう人がおったんや、うんうん、でな、その人は本当は裁判をしたかったんですと、はい、でここで納得いく結果を出したかったんやけど、まあ、ご病気をされとるがゆえにいつまでこう元気に気力あふれてその戦えるかっていうのが分からんから、まあ、その人は自分 の, その昔使っても修復をしましたと。で、まあ、まあ今まだその、まあ、その生きとるうちにというかその伝えておきたいと思ってこう文を書きましたみたいな感じでメールくれとったんやけど、そこにはあのぜひその若い、うん、あの気力があるうちに、うん、そういうトライをしてみてくださいって言って、そういや書いてあった。敵打ってきます。まあ僕もうあとすることないんですけどね。することないな。でもあとはもう弁護士さんがもううまいことそうやなやってもらうだけなんですけどね。上げ前推薦やからな。そうですね。僕はもう祈ることしかできない、はい、毎日、はい、そうですね、まあ、ここまでねやったら。でもまあそれぐらい、まあなんていうんやろうな、まあな、その例えばお金のことだけとか、うん、はい、時間のことだけとかっていうのを考えたら、はい、もっと多分有効な解決方法なんか山盛りありますよ、はいはいはい、だけど、まあ、まあ、ね、そこじゃなくてっていうところをね、やっぱりこうこねくり回していって、はい、まあ、学習できたらとは思っておりますので、いいんですか、はい、Z 世代のソーリーさんはあのコスパとかタイパとか好きなんちゃうん。いやいやいや、そんな人はこんなこと買わないでしょ。それやったらもうプリウス乗るっすわ。そういうことやな、うん、そういうことやな、ほんまやな、マジでそうっす。それはそうやな、確かに。まあでもあと司法が腐ってないことを僕は祈っときます。あ、まあ司法はな、まあでも司法は良くも悪くも真ん中よ、ほんまに。いや真ん中だったらいいんですよ、うん、真ん中だったらね、うん、真ん中や、まあ、真ん中っていうかどっちかっていうとこういうものに興味が1ミリもないおじさんやからな。そう、だからなんですよ、うんうん、だけ真ん中なんやって、うん、だから、うん、そう、まあね、だけこっち寄りでもないよ。そう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 、どっちかって言ったらそのだけ我々の感覚したら向こう寄りかもしれん。でもそれが一応世間の真ん中やけん、まあ、うん、そうそうそう。それだってお前このチャンネル見よる人たちので陪審裁判みたいなのやってみよう。そんなんしてんさ、もうみんなな、あの保険会社が悪いって悪いペースってあげるよ、そんな。確かにね。でも逆にそれがね、保険会社側の方の人たちでやっとったら怖いなるやんか。そうそうそう、だからコメントでもいっぱい入っとったよ。38万円ですらないみたいな。そう、妥当だろうみたいな、妥当だね、金がもらえるだけありがたいと思えみたいなね。まあ、でもそういう人って多分逆の立場になったらめっちゃわーわー言うと思うんですよ。まあ多分な、そうだから、まあ、めっちゃ言う、まあまあかわいそうな人がおるなって思うから。そうそうそう、まあまあまあ別にそれはね一つの意見なんで、そうそうそう、別にまあまあまあ今さっき言いましたけど、あだこれ言いませんけど、まあでもこんなん経験できんよ、普通ないよ、ほんまに。俺ないもん。いや、したくないですよ。で、トマトって後ろからそんな、なんていうボーナスステージぶつかってきたとかないけ。いや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 、あの7収支で言うとマイナスですからね今。まあ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 、そらそうでしょ、鬼の確かに、ね、そうでしょうね、うん、はい、僕もマイナスです、まだ。
そうやな、はい、はい、もうちょっとお金もらったほんまに僕もマイナスなんですすいません、そうやな、はい、確かに保管料ももらわないかな、じゃあ保管料どころかもうあれですよ、もうあの全てに対する金利付けて請求したら、まあな、低金利でお願いします、え、まあ、あの一生しゃぶるって決めとんね一生しゃぶり倒すって、まあ、ただより怖いもんないって言われたもんね、やばいな、でもしゃぶりしろがだけもうちょっとしゃぶりしろ作ってほしいけどな、しゃぶりしろないやん、そう細いけどな、骨しかないのに、ほんまにもうちょっと頑張ってるね、原稿荒波に生まれてもらってな、もっともっとこうあのしゃぶりしろができるようになってほしいけどな、そうやな、でもどうだろうな、今のところあんまり見込みないかなじゃああんまりほんまのこと言わんといてもらっていいですか、ほらなんちゃらハラスメントで言われる、ごめんちょっと心を折っていっきょったなんちゃらハラスメントで言われるほんまに、はい、まあ、ということでね、まあ、あの非常にあのネタとしては真面目なネタなんですが、そう、ね、まあでも、うん、まあ、それをねあの真面目に淡々の話もしゃあないので、うん、もう ある程度こうちょっとねそのステージに向かって、うん、楽しくっちゅうわけではないけれど もうワクワクしながら行くぐらいのつもりでね向かってきたらと思いますね、まあ、でもできうる限りの最高の条件は整えて、ね、さあどうサイコロが出るかなっていうとこやけど、そうよ、うん、まあもうこれでもしダメやったら、うん、まあ、100点満点はないよ、ないない、まあね多分ねそうなんでしょうね、赤点でなかったらよしよ、うん、ほんまハッピーエンドになれるかな、でもその試験にチャレンジしたっていうことの方が大事やけ、もうあの受からんかもしれんとか、うん、もうエッカーで試験を放棄するやつの方が多いんやけん基本的に、まあ、で待ってうちの息子のことを読むそういやそんなことあったらそんなことあったら激怒したやつやそうそうそう、だけどそこに対して言うと、うん、そのトライをしたっていうだけで俺は偉いと思うし、うん、そのトライをしかもそれが、まあ、例えばもうな30、40、50、60のおじさんがするんじゃなくて、うん、まだ20そこそこの、まあ、その当時しかもまだ大学生やったお前がしたっていうのが一番価値があることやと思う、ちょっとなんか泣きそうですね。つらなってきた。やめて、あのちょっと新しい机やけ汚さんとったそこですか、ね、汚い汁出さんとってよ、はい、はい、すいませんでした申し訳ない、はい、まあ、ということでね、はい、まあ、そんな進捗のご報告でございましたので、はい、まあ、皆さんあのまた忘れた頃ぐらいに、まあ、次 の, あのご報告がねできるのではないかと思いますので、うん、まあ、みたいな、え、勝訴、あ、これ あこれな、やりたい、はい、そピエンって書いてまあもうそん時はねもう、はい、そうやな、もう笑ってその時はもうしょうがないよな、うん、まあ、しゃあないしゃあない、うん、まあなんでそのピエンになるかもしれませんので、まあ、まあ玉虫色っていうのもあるけど、ね、あるけどな、わからんってわからんまあもうでもやれることやったんでね、はい、はい、そうですね、はい、なんでね、まあ、皆さんそのご報告をまた待っていただけたらと思います、はい、はい、それでは今日はそのご報告でした、それではチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくです、ではまたバイバーイ、来年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 、ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本、うん。